県内はインフルエンザの患者が増加し、流行シーズンに入りました。県は石鹸を使った手洗いやうがいなどの予防や早めの受診を呼びかけています。流行開始の目安とされています1を超え、流行が始まりました。県によりますと、今月10日から16日までの1週間でインフルエンザにかかった患者の数が1医療機関あたり 1.41 人となり、流行シーズンの目安となる1人を超えました。去年よりも3週間ほど遅い流行入りです。あります。おしまいだよ。静岡市の静岡厚生病院では、今日も多くの親子連れが予防接種に訪れていました。移してもね、ちょっと大変なので、そういうのも家族のことも考えながら、家族全員、今年も打ちました。重症化の予防が期待されるインフルエンザワクチンですが、病院ではシーズン中に流行する型が変わる恐れがあり、注意が必要だとしています。今流行っているタイプがまたずっとシーズン中こう持ち越すわけじゃなくて、今 A が流行っていても B が流行ってきたりとか、 A の中でも違う方、 B の中でも違う方が順次流行してくる可能性はありますので、もう今年は打ったから大丈夫、かかったから大丈夫ではなくて、年明け以降もう一回かかってしまうような人もいますので、まだまだ油断はしてはいけなくて。県によりますと、インフルエンザの県内の流行のピークは来月中旬から下旬になる見込みです。県は手洗い、うがいやマスクの着用、十分な睡眠など継続した予防策を呼びかけています。